YouTube 劇場半沢直樹、半沢直樹ロケ地太鼓茶屋のパブリックビューイングイベント、まさかの半沢不在。お前本当に何やってんだよ。え、どうしてもバイトが抜け出せない。問題を立て直すべき半沢直樹モノマネ芸人は、その後感謝と恩返しを続けた。大事なのは感謝と恩返し、この二つを忘れたみたいな一人よがいの朝だった。この二つを忘れた、すべての出来事の出会いに感謝と恩返しのつもりで仕事をするんだ。明るく半沢直樹です。イエーイです。笑顔になれる明るい未来を信じて、
日々懸命に生きています。その全てのこの国で懸命に生きる全ての方たちに感謝と恩返しだ。次回のモノマネ劇場半沢直樹、未来人登場、アカウント凍結の、あなたのようにかける YouTuber がいるから YouTuber 全体に迷惑がかかっていくんですよね。感謝と恩返し、反省しているんでしょうね。これでこの動画を終わりにしたいと思います。いいえ、まだ終わっていません。まだ何かあるのか。はっきりと申し上げます、これが我々のラストチャンスです。チャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をぜひともお願いしたい。